いとこぶきは、デケツです。ガモンジード超練習、買いました。まあね、ジードウスを植えるにはものすごくいい本です。もう本当にね、すごくいい本です。2500円なんですけど、2500円の価値は、もうまず最初に言っちゃいます。あります。今回はですね、このジード超練習のいいところをまとめてみました。まずその1、ドンシャインの玉化の設計資料。はい。ドンシャインすべて持ってます。敵キャラの設定、デム、お姫様の設定、ドンシャインの設定、必殺技、そしてドンシャインが使う武器、全部持ってます。ほんと、ドンシャインの武器っていうのが、ね、鮮明な画像で持って、敵中じゃ全然わかんないところまで見れました。で、他にもドンシャイングッズの、ね、写真とか、ここでびっくりしたんですけど、ドンシャインって52話あるらしいんですけど、その52話のサブタイトルが全部載ってました。ビビりました。怖いです。こんな感じでですね、ドンシャイン、爆裂戦記ドンシャイン超練習っていうことで、もうね、超練習としてこう、付録ついちゃってますが、ね、でも別冊子になってるんですよ、ここだけ。すごいでしょ。あとはですね、ドンシャインのお面もついてるので、もう陸になりきれますね。もちろんのことですが、ジードの細かな設定資料、光線の温度とか、まで載ってるんです。で、足の裏とかも、ちゃんとね、デザインされててね、足の裏こんなになってたんだとか、ちゃんとわかるし、そして新たに登場したウルティメイトファイナル、そのウルティメイトファイナルの情報もしっかり載っていて、映画では使われなかった必殺技も載ってました。ってことでですね、まだまだ、ウルティメイトファイナルに隠された力があるということで、ウルティメイトファイナルが持ってみたいです。そして、ジード真の姿。まあ、ジードの初期変身と言われるものですね。一瞬だけアーリースタイルっぽい姿が見えましたよね。そのアーリースタイルっぽい姿を、ちゃんと見ることができます。劇中だと、こう、テレビでね、もう白いふわーってなっちゃって、見にくいんだけど、今回は白いふわーってやつがね、じゃなくなって綺麗な画像で見れます。まあ、ジードこんな風になってたんですね。そして、ウルトラホワイトオーブのことも載ってます。ウルトラホワイトオーブとジードの最終回でどうやって繋がるのっていうことも載ってます。謎が解けます。はい。続きましてが、クイデストはもう絶対読んでください。クイデケイ先生ね、皆さん大好きだと思うんですけれども、クイデケイ先生を忍ぶというページがありまして、もう忍ぶですからね。まあ、ちゃんと設定も、このジードの設定に沿った記事になってますから、福井圭先生がなぜ死んだのかとか、ちょっと分かってない前提で書いてますから、うん。で、福井圭先生って結局何者だったのみたいな、そういう体で書いてますから、本当にね、面白いですよ。うん。でも、福井圭先生が書いた、その、小説、全作品のタイトルが分かりますので、これ面白いですよ。そして、劇場版の、この細かな説明と。本当にね、ギガファイナライザーの説明とか、まあ、ネタバレになります、正直。うん。だからまあ、ネタバレがいい人とか、もう劇場版見たいよっていう人は、絶対読んだ方がいいです。逆に劇場版見た人って絶対読んでください。あー、なるほどと。そうなったんだとか、ね、なります。本当になります。ぜひ読んでください。うん。そして、デザインがですね。デザインがもうね、こうなってこうなって完成しましたみたいなね。まあ、失敗っていうか、プリミティブがとか完成するまでのそのデザインみたいなのね、持ってて。アクロスマッシャーの赤いバージョンとかね、持ってて。ああ、なるほど。アクロスマッシャー赤い、こんなのもね、すごいかっこいいです。後藤正幸氏のデザインがめちゃめちゃかっこいいですよね。あとは建物のデザインとか、あともちろん怪獣のね、デザインもありますし、映画の上手い人がいいなと僕は思いましたと。そしてですね、監督などのインタビューですね。あと、浜田達郎君のインタビューとか、監督全員のインタビューがあります。このなんか、監督のインタビューを読むことによって、あと2週目、3週目、4週目と、ジードを見返したときに、ここのこの部分にこだわってるんだとか、すごい監督の愛が伝わってくるので、それを知った上でまた新たな作品を見ると、またね、全然違った目線でね、まあ、作品を見れるんじゃないかなと思うので、やっぱ監督のインタビューとかすごく面白いですよね。まあ僕ね、これ全部読めてない。ほとんど読んだんですけど、まだ全部読めてなくて、それぐらい膨大な量なんですよ。本当情報量がすごくて。うん。
あとは脚本家の大津市さんのインタビューとかもあるので、これからおいおいね、読んでいきたいと思います。はい。まあね、そんなところでしょうか。ネタバレなしで語りましたけど、まあ、こんなところでしょうかと。はい。まあ、あとね、パッケージがね、めちゃめちゃかっこいいんですけど、これね、ジードがこう、レッキングバースをね、構えてますけど、まあ、微妙にベリアルが浮き上がってきたな。これでちょっと分かったんじゃん。微妙にベリアルが浮き上がってくる。はい、裏側はこんな感じで、最終回のね、じーっとしててもどうにもならねえシーンですね。ゼナ先輩が頭一個分ジャンプが高い。さすがですね。はい、という感じでした。まあ、そんな感じで終わりにしましょうかね。ってことで、はい、今日はこんな感じの、あれ、動画でした。はい、ということで以上、デラキロスでした。本当版自動超全集。アマゾンでね、買った方が早いと思います。ソニーさん探すよりかは、アマゾンで買っちゃった方が早いと思います。去年のオール超全集は、売り切れちゃって、買えないんですよ。だから、今回の自動超全集もね、もしかしたら売り切れる可能性も、泣きにしもあるので、早めに買った方がいいと思います。ということで、以上、おでかけでした。バイバイ。